水の悩みを新提案で解決、ベストバイオシリーズ。僕お魚飼ってるんだけど、どうしてもお水が汚れちゃうんだ。どうすればいいんだろう。いつもどうしてるの？水替えは頑張ってやってる。それはいいことだよ。でもやっぱり大変だよね。水槽の汚れをきれいにするには、まずバクテリアが大切なんです。バクテリア？そう、魚が住んでいる自然の川や湖、海の中には小さな小さなバクテリアが数多くいます。それが魚の糞や枯れ葉などの汚れを分解しながら水を浄化して、安全な環境を作り出しています。だから水が汚れて困っているなら、バクテリアを水槽に入れてあげることが大切なんだよ。そうか、バクテリアを入れるだけで水がきれいになるなら簡単だね。何かいいバクテリアってないの？それならこれ、ベストバイオがおすすめだよ。これは自然から採取したお掃除善玉菌のバクテリアを休眠状態で新鮮にパックしてあるんだ。休眠状態？そう、眠っているバクテリアが水の中に入ると起きて、水を汚す原因の下に溜まった糞や餌の残り、枯れ葉や砂利の中の汚れを素早く分解、除去しちゃうんだよ。実際にこれまでの水槽にベストバイオを入れると、その効果がこんなに違うんだよ。だから匂いのない澄んだ透明な水を維持するんだ。掃除の手間がなくなるね。ちなみにこのピカピカの水槽もベストバイオを使っているんだよ。僕はこの水槽で熱帯魚を飼っているんですが、このベストバイオを使ってからあまり水槽が汚れなくなった気がします。仕事が忙しいとどうしてもお手入れがサボりがちなんですが、このディスカスも元気だし、やっぱり水替えの回数も減って助かってます。ちなみにこっちのレッドビーの水槽もなんですが、このベストバイオを使ってます。底面式フィルターだけですが、チエビがどんどん増えていい感じですよ。ついに実現。これまでにない汚れ分解バクテリアが砂利の汚れや沈殿物を素早く分解するベストバイオ。生きた善玉菌パワーをぜひお試しください。目に見える効果が違います。